コンドル化は、鳥類高めのトガである。コンドルと総称されるが、競技には、その一種をコンドルと呼ぶ。ただし英語では、ニューワールド・バルチャーズと総称され、コンドースは、その一部である。両米の広い範囲に生息する。不肉食の中高性猛菌類である。通常捕食はしない。旧大陸のハゲワシ類に相当するニッチを占める。 コンドル化は高めアクシパトラフォームズの一化である。原生化では高木の中で最初に分岐し、残りの高木に対し単型のコンドルア木に分類される。ただし化石化では中心葉、高心葉のテラトルニス化がコンドルア木に含まれる。コンドル化と高木の類縁性は古くから信じられてきたものの分子系統では弱くしか支持されていない。 このことと化石記録が古く指針を中期にまで遡ることから、古生物学会を中心にコンドル化を高めとは別のコンドルメカターティフォームズとする説もある。かつてはこの鳥カに近縁だとする説があった。19世紀に左右の鼻空が貫通しているなどの比較解剖学的形質が共通することが指摘された。この説は長らく顧みられなかったが、 20世紀の赤場に追加検証された。20世紀末、シブリーなどによる DNA ハイブリダイゼーションや初期のシーケンス解析によっても、コンドル化と、コウノトリカの類縁性は支持された。これらの結果に応じ、シブリーアルクイストはコンドル化を、コンドル赤、カタアティニーとして、コウノトリカに含めた。アメリカ長学会は、コンドル化を高めフォークオネホームズから、 コウのトリ目に移した。青南アメリカ分類委員会は、コンドル化を、メミテイ、インサーティセットスとした。しかし2000年代後半からの分子系統では、コウノトリカとコンドルかの類縁関係は、完全に否定された。コンドルかとタカアモクの類縁性には、若干の不確かさがあるものの、コンドルかは、カアモクと共にランドバーズ、コウノトリカは、 ウォーターバーズという強く支持された別々の大系統に属し、互いに禁煙な可能性はない。初期の分子系統で得られた類縁性は単枝誘引が原因の一つである。青は2007年にコンドル化を高めフォークオネフォームズに戻し、策はコンドル化をインサーティセットスからコンドル目とした国際鳥類学会議によるご族のラッシュ。ありがとうございます。